皆さんはカラフルピーチさんのあの映画のやつ見ましたでしょうか？どうも皆さんこんばんは、かかとつでございます。はい、もうすごかった。もうストーリーさ、もう泣けるところは泣けるし、もうすごい大手なるところは大手なって、で一番ね個人的にね嬉しかったの、なんか今までそのなんていうの、モヤモヤしてたその伏線みたいなのがそこで一気に回収されて、まあ改めてカラフルピーさんが神だなと思ったこの頃なんですが、いやなんか最近考察またしてほしいですみたいな感じのコメント来てて、するしかないなということで、本日も考察久しぶりにやっていこうかなと思います。そして本日は何を考察するかと言いますと、リアルサバイバル鬼ごっこの8の鬼を倒したということで、おそらくね伝説のレシピが追加されてると思うので、ちょっと今回追加される伝説のレシピを考察していこうと思います。では行こう、かかったぞ。まあ、もしかしたらね、今動画見てくれてる中の人でも、まあ、カラフルピーちゃん知らない、リアルサバイバル鬼ごっこ知らない、伝説のレシピなんぞやと思ってる方いると思うので、簡単に説明させていただくと、鬼がいる、鬼を倒す、で鬼倒した時になんか報酬かなんかよくわかんないけど、なんか伝説のレシピっていう、まあ簡単に言うと鬼を討伐するのにまあ有利になるよっていうアイテム、まあ、的なのなんですけど、まあ、詳しいのはカラフルピーさん動画見てください。では、改めて、こっから、まあ、具体的にどのようなアイテムが追加されるのか、ちょっと考えていきたいと思います。そしてその前提として、おさらいしておきたいのは、その、新しく登場するアイテムは、その、一個前に倒した鬼の能力を引き継いだアイテムになります。ということは、追加されるアイテムは、少なくとも8の鬼の能力を引き継いでいるということになります。ということで、ここからは、さらっと8の鬼の能力を、振り返ってみたいと思います。まだ見てない方、本当に見てからこの動画をご覧ください。はい、というわけでさらっと八の鬼の、技を集めてきたんですけれども、早速これにアイテムになったらどうなるのかちょっと予想していきたいと思います。一つ目はこちら、ブラックナイトメア。まあアイテムが消滅とあるんですが、まあこれはチートすぎるからないんじゃないかなと個人的には思います。続いてブラックシフト、まあ瞬間移動、まあこれもね、なんだっけ、ワープ玉だったっけな、なんか、別のプレイヤーのところに移動するっていうアイテムがあるんで、まあ、正直そこまで追加されるとは思っていません。さあ、三つ目、ブラックホール、すべてを吸い込むとあるんですが、基本的には、まあ、プレイヤーを吸い込むという技だったんですけれども、まあ、鬼吸い込んでも、あんまり強くないかなと思っております。ただ、ワンチャンあるとしたら、なんか、その辺に散らばっているプレイヤーを一気に全員集めるっていうのはもしかしたらあるかもしれん。さあ、そして3つ目、エンドレスファング。これね、あんまりね8の鬼戦ではねあんまり効果上げてなかったんだけど、まあ、もしかしたらね追撃としてアイテムになるんじゃないかなとも考えられます。そしてエンドレスファングのねちょっと似たような技に、レッドホーンみたいな感じの技なんて、もしかしたらねそっちかどっちかが来るんじゃないかなとちょこっと思っている。そしてもうそろそろ来てもいいんじゃないかなと思うのが回復アイテムなんですけれども、まあブラック D オーバーソウルもうかっこいいわ。まあもうそろそろリアサバでもかなり強い回復アイテム来てもいいんじゃないかなと個人的には思っております。そして最後やっぱり一番来てほしいなと思っているのがブラックレーザー。まあ8の2といったらやっぱり遠距離攻撃、まあこれが一番アイテムになるんじゃないかなという期待が高い技じゃないかなと個人的に思っています。皆様はどうお考えでしょうか？ぜひぜひコメント欄で皆様の考察教えてください。そしてこの動画少しでもいいなと思ってくれたり、また考察してほしいなって方がいらっしゃったら、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。以上